また13、14番線東京行楽行きが閉鎖となります。さて、僕とカメラの日常シリーズですね。もうライカっていうよりかはキヤノンも始めてるので、僕とカメラの日常シリーズを今日もスタート。今日はこちら品川駅からのスタートで行こうかなと思います。で、本日のカメラもね、こちら M11 とアポズミクロン M35mm なんですけれども、今日ちょっと不具合がありまして、水準計がちょっと調子悪いんですよね。なので、もしかしたらまた修理に出しつつ銀座に MT モノクロームを引き取りに行くので、入れ替わるかもしれませんっていう感じです。最近このビルに映ってる 何らかを撮るのが好きで。ああ、なるほどね、うん、リフレクションのような。はい、面白い。面白いですね。こちらまた来てしまいました。元気や妻の熱烈なリクエストで響きのね、マイボールを。ああ、言ってましたね。響きハイボールが500円で飲めるっていう、すごいよ。すごい、久しぶりの響き。乾杯。取り合う、響きハイボールを取り合う。食べました。これやばい、本当に響きでしたね。550円、やばすぎ。肉もね、特にこれホルモン屋なんで、内臓系うまいんで、やっぱりハラミ、上ハラミとか今度行きたいですね。上ハラミとハイボールだけで良さそう。さて、今日もライカ早速ね、M11 を修理に多分入れることになるでしょうね。行こうかなと思います。こちらが展示の M11 で、これが僕の M11 なんですけれども、ご覧のように水準器が同条件で僕の水準器狂っているので、今から修理に行こうかなと思っております。ここから M10 モノクロームに切り替えました。 M11 入れてきました、修理。僕は結構水準器使って撮影するスタイルなので、どうしてもそこがないときついというところで、やはり修理をお願いするというような感じですかね。調整ですね、調整。まあ明らかにずれてたので、まあカスタマーケアとしてはね、個体差っていうふうには言いたい気持ちはわかるんですが、まああれは不具合だなと僕自身はちょっと思ってるしはあります。なんとなく、まあいいね、いいね。綺麗に撮れてる時もあるから大事だよね、銀座にハーマンミラーありますね。ミラツーチェア使ってるので、ミラチェア座りたいですね。ちょっと行ってみます。あ、これ S ですかね。 S サイズですね。あ、僕のこの体型だとこの A でもちょっと場合によってはちょっと大きい可能性があるぐらいの。そうですね、っていう極端に大きいわけではないけどっていう。そうですね、なるほど。ついつい今ミラ2座ってるので、はい、これめちゃくちゃ今小さく感じてはいるんですけれども、ミラ2も、まあ、もしこの座面ここ思いっきり下げてる状態です、僕いつも。一番スタンダードはどれになるんですかね、はい、ザ・アーロンチェアっていうところではここになってるってことなんですね、はい、だからこそこの A、B、C まで展開してますし、そうですね、はい、すごく肌心地がいい。あ、これ4色なんだ、これもだから真っ黒ではないんですね。ちょっと次の候補でこれの A みたいな感じでイメージしておきます、はい、ありがとうございました。いえ、こちらこそ。ありがとうございます。すごい参考になりました。ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。ハーマンミラーさんめっちゃ良かった。ちょっと次はいよいよアーロンチェアの新たなリマスターだっけな、あれ行こうかなと思いました。カメラバッグ購入してきました。すげー、エルメスだ、はい、買ったんですね、はい。まあ、ちょっとね、経験として購入してみようかなと思ったんで、すごい。早速こんな背景でいいの、まあ、大丈夫、ぼかすから。すごい、見せて。はい、キヤノンギャラリーに久しぶりに伺いました。面白かったです。うん、いい ね。今日はなんかキヤノンフォトコンテストの入賞作品だったようですね。すごい見応えありました。すごい。また僕もここの銀座では11月かな、
また展示しますので、皆様ぜひカラーオブ関西お越しいただけたらと思います。大阪でももちろんやります。大阪は9月の20日17日ぐらいだったかな、そのぐらいからですかね。30センチまで寄れる、どこが最短か、この辺です。最近ちょっと万年筆にも興味があるといいますか、皆様へのねサインするのになるべく、良きものといいますか、長く耐久がありそうなものを使いたいなと思って、書き心地も含めてね、ちょっといろいろ万年筆探している状態でございます。キルフェボンへその後来ました。ティラミスとコーヒーいただきます。30センチまで寄れるのやっぱいいっすね。綺麗ですね。今日もいい天気、東京タワは、こちらお寿司屋さんランチから始めようかなと思っております。よろしくお願いします。はい、行きましょう。はい、行きましょう。今日はエルマリート 28mm と MT モノクロームで行こうと思ってます。で、オキピンパンフォーカスで F16 で無限を16に合わせてっていう形で、 28mm なのでゾーンフォーカスが今日は合うかなと思ってやってみようかなと思います。久しぶりの28mm ですね。楽しみです。何これ、どうしたこのゾーンフォーカスの無限を F16 に置くんで、これちょっと動きやすいんですよね。なんでここが動く、なんかひょんなことで当たって動かないように、もうパーマセルで、これ黒パーマなんですけど、ここで軽く止めて、これで動かないようにする。そうなんだ。でこういった暗い場所になると F16 と暗すぎるんで、F2.8 にして、まあ、お寿司とか取ろうかなっていうところで今剥がしてたんですよね。なるほど。そうで、普段も今日はずっとこれ F16 にして、ここのゾーンフォーカスにして、押すだけ、押すだけで全部ピントが合ってるから合うんですよ。なるほど。こういう風にしておけばすごい。そう、もうライカだろうが何だろうが、こういう風に、あの、使いやすく、常に最適化でございます。なるほど。はい。前は別々のホームだったのがつながってますね。これ1個のホームが、内回り外回りともにつながったっていうね、まあ、なんだろう、普通の駅の形に渋谷駅はなったってことですね。ゲイズボリューム1のに入っているカット。
YouTube が7万人になったっていうところと、妻も、収益化がスタートしたっていうところで、今日は祝いの焼肉っていう感じですね。じゃあありがとうございます。じゃあみんなで乾杯。はい、お疲れ様、はい、乾杯。はい、乾杯。息子乾杯。はい、ありがとう、いつも乾杯。ありがとうね。はい、さて夜のアート喫茶フライで、こちら写真展ゲイズってことですね。とある人が今日は見に来てくれてるってことで、合流してみようかなと思っております。ありがとうございます。こんばんは。左ありがとうございます。この状態取り合う、取り合うっていう。ありがとうございます。映ってる、あ、映ってる映ってる。こんばんは。この状態で西野さんがご本人登場しました。はい、ありがとうございます。いえ、とんでもないです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。この完全にこのスタイルですね。ありがとうございます。どうもすみません、お越しいただきましてありがとうございます。一枚だけ写真撮ってもいいですか。すみません、すみません、失礼します。はい、ありがとうございます。そうです。飲むことになりました。改めまして、乾杯です。我慢できなくなったんで食べ物めっちゃ美味しそうです。これがドリキンさんの撮影スタイルでございます。ですね、ここで。いやー、すごい。ちょっとここさすがにフリッカーするかな。あー、フリッカーも起こるんですね、ちょっとね。なんかあの、しばらくすると収まるんですけど。おドリキンさん、ありがとうございます。わざわざすいません。とはいえ、今から引き続きお邪魔するっていう形なんですけれども、はい、失礼いたします。はい。ありがとうございます。めっちゃ硬くなる。なんと、ドリキンさんの部屋に来てしまいました。そして、なんと。これ、やば。やば。やば。レッドで今からレッド対談をするっていう。まさかです。やばすぎです。こんなことになるとは思いませんし、持ってきてよかった。いやー、びっくり。